人名は、特定の人間社会において、特定の個人を弁別するために使用される言語的、表現または、記号の一つ。山田太郎。典型的な形式の日本人の名前として、書類の記入例などによく用いられる。なお、太郎とは、江戸期前の、金の内の廃校名に由来する。その人物の家族や家系、地域など、 共同体への帰属、信仰や願い、職称、あるいは一連の音のつながりなどを持って、人の個人としての独立性を識別し呼称するために、付けられる語。人名辞典は便宜上、古籍名や通称などを使用する場合が多い。本校で扱う、人名とは一般に、正式な名、本当の名前と一体を含む、酒木原劇見会絵図、先駆け採用しとし筆。 坂木原鍵吉や、その弟子の松平康都氏などの名が見える。名前と人間の関わりは古く、名の使用は有史以前に遡るとされる。生などの氏族集団名や家族名の使用も、西方ではすでに古代、ギリシアなどにその形跡があるとされ、東方では、襲代から後世につながる姓や、氏の制度が確立されていることが確認できる。ある社会においては、 様々な理由で幼児に名前を付けない慣習が見られる地域もあるが、1989年に国連総会で採択された児童の権利に関する条約7条1項は、児童は出生の後直ちに登録される、ただの出生時から一つの名となる権利を有すべきであると定めている。日本の場合は民法により使名という体系を持つ。故障される場合は、のみ、名のみやあだ名、 継承、職名などとの組み合わせ、同一の人名の世襲などがある。氏名は他に、生命や名字と名前とも言う。縦書きにしたとき、氏は上部、名は下部になるため、氏を上の名前、名を下の名前と呼ぶこともある。口実するように、氏名という構成は、日本の文化に基づいた体系である。人名は、 共同体の慣習により異なる名付けの体系を持ち、また、故障する場合も慣習によって独特の方法を持つことが多い。漢字文化圏において、生とし、さらには日本における名字は本来は互いに異なる概念だが、今日では同一視されている。日本でも、明治新以前橋と名字に代表される仮名は、区別されていた。名は、名前とも呼ばれる。 人名は、呼ぶ側と呼ばれる側が互いに相手を認識し、意思の疎通を取る際に使われる。多くの場合、戸籍など公的機関に登録される名前を、本名として持つ。呼び名としては、戸籍名のままや、さん、君、ちゃん等の継承が付け加えられたり、名前を元にした呼び方、あだ名との組み合わせなどとなることが多い。名前には、その主要な属性として、 音と表記がある。例えば、日本人の個人名が外国の文字で表記されることがあるが、これは一つの名前の別表記と考えることができる。逆に、漢字名の場合、複数の読み、音と訓の組み合わせによって読み方が変わることがある。こういった表記、発音の変化に対する呼ばれる側としての許容範囲は様々である。また、 名は特定の個人を指し示す記号であることから人名そのものが自己、自我、アイデンティティ、自分というクオリアに大きく関係するという考え方がある。各国、各文化の歴史を見ても、霊的な人格と密接に結びついていると考えられていたり、真の名を他者が実際に口にして用いることに強いタブー意識を持っていたりする社会は多くあった。例えば、日本では、 実名がこれにあたる。これは、原服前の陽名、出家、死去の際につける回名などと合わせて、なお単なる記号として、扱おうとしない一つの文化である。この文化は、近世、近代と実名を持つ層が減り、逆に名字を持つ層が増えるに従い、規薄化してきたと言える。だが、21世紀初頭の日本においても、名付けるものが名付ける対象に、 特別な読みを与えることで特別な意味を見出そうとして名付けたと解釈する限りでの難読名などに見られるように何特別な意味を与えようとする思いは参見されるものである。日本では現代社会の一般人の日常生活でもインターネットを用いたコミュニケーションが普及するにつれ見ず知らずの相手には名前は一切開示せず接触し、 相手の蘇生を知ってから段階的に開示するということはよく行われる。また、インターネット上のコミュニティなどでは本名は出さず、ハンドルネームなどを示すのが一般的である。様々なことを考慮すると、やはり本名をあまりに安易に不特定多数に開示してしまうことは、それなりにリスクが伴うという判断がある。また、多少意味合いが異なることは多いが、 芸術家、作家、評論家などでペンネーム、アーティスト名などを用いて本名は開示しないことは多々見られる。一方、個々の名前のアイデンティティの重要性は、幼名などが一般的だった江戸時代、養子などが一般的であった戦前などと異なり、増している。近年の選択的夫婦別姓を求める声などは、現代で、 個々の名前のアイデンティティの重要性が増してきたことの表れである。人の名前は多くの文化で2つかそれ以上の種類の部分からなる。多くの場合、所属を示す名前と個人を指す名前の組み合わせが用いられる。あるいはそのどちらか1種類だけの場合もある。その数や扱いについては様々な習慣、制度が見られる。わかりやすい例としては、 その個人が属する家の名前と個人の名前の組み合わせである。英語圏では個人名家族名の順に表記されることが多い。現代の日本の一例を挙げれば山田太郎であり、この場合は家族名個人名の並びとなる。家族名、個人名はそれぞれ名な度と呼ばれる。家族名はまた名字、名字とも呼ばれる。個人名の部分は名と呼んだり、 何ら明確には呼ばずに済ませたりする。生命の構成要素の数、すなわち、ある個人のフルネームがいくつの部分から構成されているかは文化によって異なっている。アメリカ大陸の先住民族など個人を指す名前のみを用いる文化もある。サウジアラビアのように三代前にまで遡って四つの部分からなる。 フルネームを用いることが当たり前の文化などもある。ブラジルのように一貫していない場合もある。また、親子の間での性をめぐる取り扱いも文化によって異なる。子供が両親のいずれか、あるいは両方の名前を受け継ぐ習慣や制度があるかどうかは文化によって異なっている。受け継がれていくのは性に代表される血縁集団名、家計名であるとは限らない。 生を持たない文化においては、一連の名と続き柄の連続をフルネームとする場合もある。インドでは逆に、タロ、タイチロの父などといった形で、ある子供が生まれた時に与えられる名前に、さらにその子供の名前として使われるべき名が、含まれているものもある。生命の構成要素の順序についても、民族、文化圏、使われる場面などにより異なることが知られている。 例えば、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国では、日常的な文書や会話などでは、名前は名声の順を取ることが多い。ただし、公的文書や学術文書などにおいては、順序が逆転することがある。性を前置することで検索性の向上や、誤認の回避につながるためである。文献表においては、第一著者については、 生命の順を取り、第二以下は名声で示す。この場合、異性の後にカンマをつける。日本、中国、韓国、ハンガリーなどでは、名前は、生命の順を取る。つまり、あえて、フルネームで呼んだり記したりする場合には、その順で呼んだり記したりする、ということである。名前を記す際などに、その一部を省略することも多く行われる。英語圏では、 ミドルネームはイニシャルだけが記されることが多くある。スペイン語圏では複数部分からなる性の一部が省略されることがある。また古代ローマでは使われていた名の種類がとても少ないため、1から2文字に略して表することがあった。基本的には人名は通常慣習や法などによって決まっている部分や生まれた時に両親などによって与えられ、 それ以後変わることのない部分のいずれか、またはその組み合わせからなることが多く、生涯を通じて変わらない文化も多い。だが、ここにも例外がある。例えば、婚姻や婚姻の解消に際して、夫婦間の性の変更が行われる文化がある。婚姻やその解消は、親子関係の変更を含むこともあるため、この名前の変更を伴うこともある。 婚姻以外にも人生の節目において名前を与えられたり改めたりする場合がある。一部のドイツ人の間では洗礼に伴ってミドルネームが与えられ、以後はファーストネームではなくその洗礼名が頻繁に用いられることになる。また、家系名や個人名の多様性も文化によって大きく異なる。日本人の名字の種類は10万とも30万とも言われ、 世界でも特に名字の種類が多い民族とされる。一方、中国人の性は5000以下であるとされる。最近の中国科学院の調査では、李、王、張、劉、陳がトップ5とのことで、特に李、王、張の3つで20%強を占める。ベトナム人は最も多い3つの性で59%を占める。韓国人の性は、金、李、僕、蔡。 帝の5種類で55%に上り、石を投げれば、金山に当たる、ソウルで金山を探すなどという制クもある。韓国人は、この名を付ける際に、基本的に他の誰も持っていないオリジナルな名を与える。これに対して、ドイツでは、すでに存在する名前しか受理されない。フランスにおいても、ナポレオン法典の時代には、新生児の名は誕生日ごとに決められた成人の、 名前から選ぶこととされていた。このため、既存の名前を組み合わせることが流行した。さらに、多くの文化においては、正式な名前とは別に、愛称、継承などがあり、そのパターンは文化ごとに異なっている。そうして古称は名前を省略したり変形して用いる場合もあり、名前ではなく、貴族や当事者間の関係を用いる場合もある。 人命をめぐる習慣や制度は、一般的に、次のような文化的、社会的事象と結びついている傾向にある。また、こうした生命についての知識は次のような場面で、活用される。大石義金を描いた絵。名は、大石力藤原義金と、加盟、かな、し、実名の順になっている。明治維新以前の日本の成人男性は、とりわけ社会の上層に位置するものは、 仮名、仮名と、私有児の二つの一族名、かなけ名と、実名実名の二つの個人名を持っていた。人名としての実際の配列は、先に、仮名とかな、後に、死と実名の順になる。例えば、中心蔵で知られる、大石倉之助のフルネームは、大石倉之助藤原義雄である。仮名が、大石、かなが、律令官名で、内蔵量の時間を意味する。 倉之助、氏が、藤原、実名が、吉尾となる。この四つの組み合わせ方は決まっていた。大石倉之助のように、加名と、仮名、藤原吉尾のように、死と実名が組み合わされた。加名と実名を組にすることはなかった。同じように、織田壇上、忠だ平村信長は、現在は、織田信長と呼ばれるが、 当時は、織田壇上中あるいは、織田壇上中心長と呼ばれ、朝廷の公文書には、タイラーソン信長と記された。織田信長という呼び方は、図書などを特殊な場面以外はほとんど用いられなかった。ただ、これが厳密に守られたわけではない。例えば、浮世絵久子軍団54場には、織田信長をモデルにした、織田春長という架空の人物が描かれているが、彼の名は、 織田春永がとだけ書かれている。このように、当時にも、仮名と実名を組み合わせる呼び方も存在した。参考までに、その他の武士の名の実例を、江戸期の随筆、羅月ツ国書満章が引用する、高田の馬場やぶさめの上位入賞者名から数名を、抜粋すると、以下のごとくになる。かな、し、実名の順である。次に、 明治維新以前の日本人男子名の構成要素を中国の漢文表現と対比させると以下のようになる。前者が日本の固有表現、後者が中国の漢文表現である。中国でも同性族集団の解体と死の発生が起きたが、これは日本での同性族集団の解体と加盟の発生と並行する現象ではなく、中国での死の扱いは不敬血統を示すため、 日本の性の扱いに近い。ただし、日中両国境、性概念と死概念の混同が起きているし、日本では国内の固有概念と中国の漢文概念の混同がしばしば見られ、実際の要例にあたるに際して注意を要する。以下、加盟、かな、死、実名の順に記述する。加盟平安時代には、 古代から中世への社会変動の中で古代的な種族組織は衰退し社会の上層から家を単位とする組織化が進行した古代的な姓は朝廷との関係についてしか使われなくなった一方で仮名を名乗るようになった例えば石棺家のこの家の人物は朝廷では藤原という姓を仮名としてはこの世を名乗ったこうした仮名の中で 領主身分を獲得した武士によって用いられ始めたのが今日の名字である。在地社会では古代の豪族が率いる伝統社会が崩壊した後、貴族や大事者の寄りうどとなることなどを通じて、それに応じた生が与えられるようになり、百姓身分であっても、藤原、木、旗、清原といった古代豪族や朝廷貴族と同じ生を名乗るようになった。 そうしていた姓を同じくする者同士で、律令古跡の生とは全く別の実技を重視した死集団が形成されていった。例えば、大貴族の家から旗という名を与えられたものの集団が旗一族という具合に。しかし、鎌倉時代末期頃を境に、百姓身分も安定した婚姻関係を基礎にした継続的な家組織を持つようになり、 死集団への依存度が減少した。この頃から庶民が生を名乗る習慣は消滅していき、代わって独立的な加盟としての苗字を名乗ることが一般的になった。死、本生は不形の血統を示すため、用紙に入っても変えることはできないのが原則であった。しかし、後世になるほどこの原則の適用は緩くなり、 他家の名跡を継いだ場合などには、その家の本性に変わる場合も少なくなかった。例えば、長尾影虎は、長尾氏は平氏なので平影虎だが、上杉氏の名跡を継ぎ上杉照虎となった後は、上杉氏の姓は藤原であるため藤原照虎となった。また、島津氏が藤原氏から源氏になったように姓を変えることもあった。女性の場合、 本性は婚姻後も変わらず、加盟を女性の名前に関することは通例ではなかったようである。例えば、北条政子は当時は平雅子と称した。死生という生を授ける習慣もあった。豊臣秀吉の死生の例として、橋場生では徳川家康が橋場武蔵主大納言、前田と品川が橋場肥前神など、豊臣生では真田信繁等がある。 江戸幕府では、戸様大名の宗教施政が行われ、前田敏常の松平畜前神、島津家の松平薩摩守、元敏家の松平長門守などがある。なお、これらの大名家は、母親戦争後に元の姓に復帰した。江戸時代には、名字は、支配階級である武士や、武士から名乗ることを許された者のみが持つ、特権的な身分表彰とされた。 公式な場で加盟を名乗るのも武士や家などに限られていた。しかし百姓身分や町人身分の者も,のも村や町の自治的領域内では個々の家に属しており当然ながら加盟を有した。こうした百姓や町人の加盟は私将の名字と言える。武家政権は村や町を支配しても その内部の家単位の組織編成には立ち入らなかったため、個々の百姓や町人を呼ぶ場合は加盟を関せず、百姓何坊、町人何坊と呼んだ。しかし、武士や公家は、苗字とそれに付随する性を持っていたが、苗字を渡し称した百姓や町人は、性は持たなかった。町人には、大国や高大友など野号を、苗字のように使う例も見られた。東日本では、 百姓も野号を名乗ることが多かった。八歳門などといった課長が代々襲名する名乗りを野号とすることが多く、これをしばしば私将の名字と組みにして用いた。かな中国、朝鮮、日本、ベトナムなど漢字文化圏では、人物の本名はその人物の霊的な人格と強く結びつき、その名を口にすると、その霊的人格を支配することができると考えられた。 そのため意味名で呼びかけることは、親や主君などのみに許され、それ以外の者のが目上に当たる者の意の味名を呼ぶことは、極めて無礼とされた。これを基人に対して実践した者が比企である。特に皇帝とその祖先の意味名については、時代によって厳しさは異なるが、あらゆる進化がその意味名あるいはそれに似た音の言葉を、書いたり話したりすることを慎重に避けた。 中国などでは引きによって使用する漢字を避けて別の漢字を当てる変記が行われた。日本においてはかなと呼ばれる通称が発達した。一方で律領記に剣道氏の菅原清忠の進言によるとする意味なえの漢風の使用が進められ、これに貴人から進化への恩恵の付与、血統を同じくする同族の証として通じも進んだ。 宝術の実名を参照。男性の場合、こうした通称には、太郎、二郎、三郎などの誕生順や、武蔵守、和佐助、兵衛、正元などの官職名がよく用いられた。後者は、自らが官職についている時だけではなく、その官職にちなんで名付けることが行われた。北条時よの息子時助は、父が相模神であることにちなんで、 相模三郎と称し、さらに、四季部、進むの官職について、相模四季部、進むとなり、さらに四季部進むを辞して助赦されて、相模四季部大部と称した。このような慣行に加えて、時代が下ると正式な任命を受けずに官職を、戦勝することが、武士の間に一般化し、江戸時代には、武士の官職名は、実際の官職とは分離された、単なる名前となった。 島津成明は、正式には、松平薩摩守を名乗ったが、当時は、薩摩守は、あくまで通称と捉えられ、成明の官職といえば、左この江県中将を指した。この数星は、ついには一見官職名に似ているが明らかに異なる、百官名や、東百官に発展した。女性の名前は、庶民が死を名乗っていた中世前期までは、 清原氏を名乗るボンゲミ文の女性ならば、名前は清原氏女などと記された。氏は中国と同様に不景の血統を表現する記号であったから、婚姻後も氏が変更されることは本来はあり得なかった。官職を得て出資するような地位を得たとしても、式部や小和言のように通称で呼ばれた。これらは尿房名と呼ばれる。 聖少納言という呼び名は、父、清原元助が小納言であったことにちなむ、女房名、小納言に、他の小納言と区別するために、清原氏出身であることを示す、清氏を添えたものである。宮、親方様、大殿、大御所、万所、五代所や、上皇や、女院の院という呼び名も、直接名を口にするのを避けて、居所で読んだことに由来する通称である。 女性の場合は、イミナが記録に残ることが少なく、後世でも、通称でしか知られず、イミナが不明のままとなっている例が多い。多くの研究者が解明に取り組んできたにもかかわらず、紫式部のイミナがまだに判明していないのは、有名である。しかし、庶民が名字を名乗った中世後期には、庶民の女性も、同名のままながら、ネネ、ややトラなど、より独立した存在として、 記録に残されるようになった。その一方、女性は婚姻後は、出自の家ではなく今家の家組織に従属するという習慣も明瞭となってきた。江戸時代には、関白の母を、大こ所、制裁をきどこ所、正位大将軍の制裁を五代所と区別して呼ぶことが定着し、女性は今家の夫、子供の死座から故障されるようになった。 明確に引きを目的とするのではなく、隠居時や人生の転機などに、なお盲と呼ばれる音読みや、僧侶風、文化人風のものに改める風習もあった。この風習は芸能関係者にも広まり、画家、書家や文人の画号も広く行われた。加納英徳、丸山王居等の画号、松尾芭蕉、与謝不尊のような配合、上田明成、 大田南畝のような筆明も広く行われた。中には極定バキニや実編者19のように本名と全く異なるものも現れた。これが現在の芸能人の芸名や背名、現氏名などの習慣につながっている。四古代の律令国家の時代には庶民も性を持っていたことが現存する当時の戸籍から明らかとなっている。 この姓は、その死集団の一員であることを意味し、今日の名字と同義の姓とは、性質が大きく異なる。支配者層の姓である死には、死姓の姓により、朝廷とその死との関わりを示す姓が付された。例えば、今日藤原鎌足として知られる、藤原阿尊鎌足は、藤原が氏イコール姓、阿尊が、姓、鎌足が名である。実名個人名である、実名実名は、 くげぶきを問わず、数字を用いる習慣が見られる。鎌倉北条氏の、字、足利氏の、義、武田氏や小田氏の、新、御北条氏の、死、徳川氏の、家、伊達氏の、僧などが有名である。過疎あるいは、中高の祖として崇められるような家を飛躍させた、祖先にあやかり、同じ実名を称する先祖返りという習慣もあった。これは、伊達政宗が有名である。 先祖や創始者の実名を代々称する武家もあった。これは、市川團十郎、中村歌右衛門のような歌舞伎役者や小福亭昇格、柳谷さんなどの落語家などで名人とされた人の名を、襲名する習慣や、上記のような商人の野号の継承という形で、庶民にも広がった。武家では、主君の実名の一時を配慮をすることが栄誉とされた。 与えられた字のことを変記という。有名な例では、足利高氏は、北条高時の一字を配慮し、鎌倉幕府が滅んだ後に、五代醐天皇の一字を配慮して、足利高氏に改名した。烏星親の一字を受けることも多かった。変記には、代々の通字を与える場合と通字ではない方の字を与える場合があった。前者は特に主家に、 功績のあった者や演者、後者は与えた人物との個人的な主従関係による例が多い。豊臣秀吉の場合、前者に小早川秀明、浮田秀家、後者に田中義政、堀尾義春、大谷義継がいる。変記の授与によって改名を繰り返した例もある。上杉謙信は玄福寺の長尾影虎、上杉影虎、上杉正虎、 上杉テルトラ、植杉謙信と目まぐるしい。江戸時代には将軍から返帰を受けることが決まっていた大名家もある。実名は朝廷との関わりが生じるような階層以外は実生活で使うことが滅多になかったため、周囲の者が実名を知らなかったり、後世に伝わらないことも起こった。西郷吉之助平高長は、親友の吉井智美が父の実名。 流星を彼のものと勘違いして朝廷に創上してしまったため、新政府の公文書では、平阿ラ流星、古跡霊以降は、西郷隆盛と呼ばれるようになってしまったという逸話が知られる。在家の者の実名に対し、僧侶や出家した者は戒名を名乗った。前僧は戒名の上に、さらに方号をつけることもあった。一級僧順は、 一休が、法号、宗順が改名である。出家するということは、俗世との縁を断つということを意味したため、世俗の名字、生や実名を捨て、仏門の戒律を守る者の名という意味の改名を、漢字二字で付けた。したがって、上杉謙信や武田信玄のように、世俗の名字のもとに改名を付けて名乗るのは、本来はおかしなことである。命名法と読み、 アズマカガミ小勝寺本館英版林羅山の抜群。出帰した後の号、道春の名が書かれている、宗福寺にある、源清麻呂の墓。海名が大きく刻まれ、その下に俗名として、本名の山浦玉木が刻まれている。源清麻呂の名前は刀として刻まれている。歴史を遡り、過去を紐解くと、冒険時代の家図遣い史、 ロドリゲスの記録によれば、高貴な人は、金のほか、実名も命名されていたという。ここで、金とは、後に官職を得て、その官職名を名乗ることができるまでの間の仮の、名である。また、実名の命名にあたっては、漢字二文字の4音節で、上下のごともに、特定の82種の語中から選択されたという。なお、漢字での名付けの弊害とも言える事例として、 歴史上の人物の名で変わった読み方をする場合、正しい読み方が現代まで伝わっていないことがある。赤島正則など、いまだに読み方に諸説ある武将もいる。他にも、もがみよは当初、名は、義光もしくは、義輝と読まれていたが、妹の義姫に宛てた手紙が近年発見され、その手紙で自身の名を、義明と、 ひらがなで書いていたため、ようやく正しい読みが判明したという事例もある。また、僧侶の名前などは音読みとなる場合が圧倒的に多い。文筆家の方も音読みのことが多く、藤原俊税や藤原定家、藤原家太のように、本来訓読みでも音読みで読み習わしている例もある。女性の名映時の女性の名の例を、大田南保の随筆、半日間は、 女芸者銀美落着から引用する。長助娘いと、女七、娘いと、神之助妹稲、ね、孫兵名いよ、平七、娘歌。虎吉娘かつ、小助娘かよ、十字郎十亭女吉、旧右,右衛門娘吉、東五郎娘紀の、五郎娘歌ことこと。文禄娘里、東兵娘、四方、長八娘千、五右衛門娘染め。 全蔵姉高、唐助娘富、八江門娘たよ、十次郎十亭女、千代、玄八娘千代、五江門名鶴、鉄次郎姉鶴、武平娘伝、清志苦労娘富、新兵妹富、左兵娘富、女八娘とよ、磯次郎、娘並、金次郎十亭女並、小三郎妹名を、正八娘初、大吉娘はな、半兵娘はま、 上門娘、まさ新ンウエ名美よ、半七、名美よ、伝兵妹美は、平吉妹美よ、東次郎娘むよ、新八姉よし。孫兵方にいそうよその他、現代ではあまり見聞きしなくなったものに、でも、牛、亀、虎、などがある。アイヌの人の名前北海道、カラフト、北方領土。 千島列島の先住民族であるアイヌは今でこそ彼らが居住する地域の大勢を占める日本式の生命を名乗っている。しかし、幕末までは民族の伝統に即した命名のもとに人生を送っていた。また、チップカ諸島の千島アイヌも伝統を保っていたが、18世紀にロシアに征服され支配下に置かれた後はロシア式の生命を名乗っていた。 生まれて間もない赤子には正式の名前をつけず、泣き声から、あいあい、あるいは、ていね、ポイソン、ションタなど、わざと汚らしい名前で呼ぶ。死亡率が高い幼児を病魔から守るための配慮で、きれいなものを好み、汚いものを嫌がる病魔から嫌われるようにとの考えである。あるいは、レ作など、初めから存在しないことにして、病魔を欺く。ある程度成長して、 それぞれの個性が現れ始めると、本式の名前が付けられる。白膜、空格、空鎮子、無意差島、キナラならぶく、タネランケマ、リウタニマ、カクラ、カムイマなど。また、病弱な子供や波外れて要望に優れた子供は、綺麗なものを好むという病魔から嫌われるよう、神に見込まれて天界に連れて行かれる、イコール死ぬことのないよう、幼児と同じように、汚らしい名前を付ける。 呪子のエカシオトンプイなどの例がある。このような例は、諸民族においても珍しい事例ではなく、例えば、日本では牛若丸など、武士の子の用名に頻繁に使われた丸という字は、古来、風を意味していた。また、中国でも、全漢の武帝は、魔除けのために、という用名をつけられた。妻は、 夫の名前を呼ぶことが許されず、すでに死んだ人間の名を命名することは不吉とされ、他人と似た名はその人に行く、はずの不幸を呼び込むものとされていたので、とにかく人と違う、独創的な名前を命名するよう心がけていた。また、大きな災難に遭遇したり、似た名前の者が死んだりした場合は、名前が災難に好かれたとの考えから、すぐに解明した。そのため、愛の民族には、 タロと、花子、ジョンとエリザベスのような平凡な名前、民族を代表する名前が存在しない。日本においては、明治初期になると、古籍法や平民名字必ず正義無礼の浸透から、アイヌもそれまでの名前を訳、あるいは漢字で翻訳した日本式の姓を名乗るようになったが、名前は、明治中期までは、それまでのアイヌ語式がかなりの例で受け継がれていた。 戸籍に名を記入する際は、アイヌ語の名前を見ただけでは、男女の区別がつきかねる和人のために、男性はカタカナで、女性はひらがなで記入されていた。沖縄の人の名前、琉球国金丸マ予習書上。左端に、なお、縁王の即位以前の名、金丸が署名されている。資料から見る限り、1392年に帰化したと言われる。 人三十六世及びその子孫である、久米野村士族を例外として、第一直し王党が成立するまでの王名をはじめと、する人名のほとんどは、琉球後、琉球方言によると推測される名のみであり、聖内志士があったことは確認できない。昭和史王が三山を統一し、民に調校すると、国政として、名を賜り、以後の王は、中国風の生命を持つようになった。 中国風の生命は、東名と呼ばれ、以後、氏族一般に広がった。これに対し、第二直し応答成立後、氏族はその最地の地名を異界称号に関して呼ばれる、慣習が一般化し、さらに、日本風の名乗りを持つことが普通になると、最地名、異界称号、名乗りが別の故障システムとして確立した。これを、 山和名と呼ぶことがある。最地名の人名化は日本における市の起源と並行するが、日本のように最地名が固定化した死になることはなく、最地の変更に伴って変わりうる一時的な故障にとどまった。また、それまで付けられていた琉球語、琉球方言による名は同名とカテゴライズされ、公共領域からは排除されていった。このようにして、 同一人物が、大和名と、東ウの双方を持つようになったため、後世、特に近代以降にそれ以前の歴史上の人物を呼ぶ、場合、人物によって通用する名前が異なる現象が生じている。例えば、羽地朝州は、大和名が、西音は、東ウミの方が通用している。薩摩藩の琉球侵攻以後、大和名来たる風俗の禁止に伴い、 多くの地名の漢字が日本本土に見られないものに置き換えられたため本土と語源が共通する在地名も異なる漢字で書かれるようになった。琉球処分後、日本の戸籍制度が沖縄県にも適用されると国民皆制制度の導入と生命の単一化が迫られた。士族及び分家として在地名を持っていた王族は全て山和名を 古跡名としたが、正太王のみは、最知名を持たなかったため、王とその直径の子孫のみは、なお王政とし、東名を古跡名とした。このため、王族出身者でも、山和名を名乗った文家では、生命の形式がより、本土風であるのに対し、なお家の多くの男子は、今も原則として、漢字一字をもって命名されている。また、全体として、王族、 氏族出身者の名の読みには音読みが根強く残っている。その後、独特の漢字使いをする姓を、本土風の漢字に置き換える改正を行ったり、逆に同じ漢字を使いながら、読みを標準語に近づけるなど、日本本土への同化傾向が見られる。先島諸島においても、昇進王による征服以前に分立していた領主の名前には、 両地名を名に関したと考えられるもの、名だけが伝えられているものなど独特のものがある。大日本帝国憲法の上悟る。右ページの御辞の髪型に、牧人氏と,と明治天皇の名が辞書されている。また、左ページには、国務大臣の官名と釈位に続けて、氏名が辞書されている。国会解説の御事のり。大上大臣三条、耳の署名がある。 明治維新によって新政府が近代国家として国民を直接把握する体制となると新たに戸籍を編纂し旧来の使と加盟の別及び意味な通称の別を排してすべての人が国民としての生命を公式に名乗るようになったこの際今まで自由だった解明の習慣が禁止された明治以降の日本人の戸籍人名は氏は加盟の刑夫を名は 忌み名と通称の双方の系譜を引いている要素が大きい。例えば、夏目漱石の戸籍名である、夏目金之助は、通称系、野口秀夫は忌み名系の名である。日本人の名前は、法律上、原則として、氏と名との組み合わせからなる、氏名で呼称され、戸籍上、氏名で記録される。氏は、民法の規定によって定まり、名は、 古籍法に定める出生届に際して定められる。地は、現代においては姓または、苗字、苗字とも呼ばれ、古くは一定の身分関係にある一団の、近代以降は、家族の人間の共通の故障として、個人がその集団に属することを示す。名はさらにその集団の中の個人を示す役割を果たしている。 日本人の氏名を含む身分関係は戸籍に登録される。例外として天皇及び皇族の身分関係は戸籍ではなく皇統府に登録される。また天皇及び皇族は死を持たない。これは歴史的に死や生が身分が上のものから与えられるものだったためである。死死の種類死の種類は30万種を超えるとされている。 死の多くは2文字の漢字からなっており、人数の多い上位中視は全て漢字2文字からなる。また、死の多くは地名に由来するため、地名に関する漢字を含むものが多い。海外からの移民を除き、基本的に日本人の死は漢字である。死の大半は地名に基づいているわ。個々の家が本来の所有者として、所有している土地にちなんでつけると記述している。 このため、地名に置いた、山、川、村、谷森、森、木、林、瀬、沢、丘、先など、地形や地勢を表す、漢字、植物や道に関するものなど及び方くらいを含む詩が、多数を占める。色彩の一字のみで表される詩はあまり存在しないが、緑詩や、金詩の例は、あるほか、在日コリアンに、白詩がいる。詩の取得と変動現在、 日本では死の取得と変動は民法の規定によって定まる。夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の死を称する。着出である子は父母の死を称し、着出でない子は母の死を称する。また、養子は養親の死を称する。この方では夫婦の死は夫婦が互いの死から自由に選べる。しかし慣習的に多くの夫婦は、 夫の死を選択しているの1年間に婚姻した夫婦を対象とする調査によれば全体の96.3%の夫婦が夫の死を選択した。これは1948年の改正前民法に見られるように婚姻を妻が夫の家に入ると考えるとすべての家の構成員が夫を筆頭とする家の死にまとめられるという。 男性化制度の慣習を反映している。婚姻または養子縁組によって死が変更があると元の死を救世という。なお、夫婦同士性については1996年に法制審議会が出した民法改正案要項で選択的夫婦別子制度が定められたことをきっかけにその賛否が論じられている。なお、アジアの多くの国、韓国、中国、インドでは 夫婦別姓であり、日本も明治31年以前は夫婦別姓であった。夫婦同士のみを原則とする国家は以前はタイ、ドイツと終わったが、現在では日本以外の国家はすべて選択的夫婦別姓制度に移行し、夫婦同士のみを原則とする国家は日本のみとなっており、人権的にも国際的な批判がある。 名神聖児が生まれた時には、14日以内に届け出なければならず、事実上、神聖児の名は、この出生届けの時に定められる。この命名において使用できる文字には、制限が設けられている。人名については固有の読み方をさせる場合があるが、法的な制限はない。そのため、漢字表記と読み仮名に、全く関連がないものや当て字なども許容される。また、 文字数にも制限はない。皇族の場合、生後7日を迎えた時に、命名の儀が行われ、命名される。と、秋尾のように、同音異字の場合は可能であり、刑事と刑事のように、異音同時の場合は、不可能である。なぜなら、戸籍に読み方は記載されないからである。なお、竜と竜のように、新字体と旧字体とは、同じ字とみなされるため、 達夫と達夫のような場合は不可能である。稀に夫婦で同盟というケースもあるが、これは問題ない。氏名の読み、表記、呼び方し、名のどちらも比較的独自の語彙があるため、ある人の氏名を聞いて、それが人の氏名とわかるのが普通である。また、主かなかいずれかを聞いた場合、勇気、正治、和闇、若菜、春よしみ。 愛イカ、マサキ、トミオなどのごく稀な例外を除いて、それがどちらであるかを区別することも比較的優しい。しかし、氏名を聞いたときに、それがどのような文字で書かれるかについては必ずしもわからない場合が多い。これは同じ読みの漢字がたくさん存在するという日本語の特徴のためである。また、漢字で書かれた氏名から正しい読み方が特定できない場合もある。 これは、馴染みの薄い読み方であるために起こることもあるが、単に二つ以上のよく知られた読み方があるために起こる場合もある。日本の漢字は読み方が多いためこのようなことが起こりやすい。そのため、各種の申し込み書、入会書、願書、申請書などに名を記すときに、振り仮名の記載を求められる場合が多いが、法的にそれを証明する手段は少ない。これは、 戸籍が読みではなく、字を基準にした制度であるためである。人が互いを呼び合う際には、死と名のべてを呼ぶことは多くない。あだ名や、氏名に、さん、ちゃんなどの故障をつけ、あるいは、肩書きや続き柄に関する故障に認証代名詞、稀に字などを用いることが多い。また、親しくない相手に、名のみで呼びかけるのは失礼との考えを持つ人が少なくない。 一般に、故障をめぐる習慣は、非常に複雑であり、簡潔に説明することは困難である。当事者間の年齢や、血縁や、仕事上の関係、社会的な文脈などによって大きく変化するが、そうした文脈の制約条件だけからは、一時的に決まらないことが多く、個人的な習慣や好みなども影響する。さらに、方言などと絡んだ。 地方差も認められる。2000年には、国語審議会が、言語や文化の多様性を活かすため、名字を先にするのが望ましいとする答申を出したが、理工系の研究者の論文やサッカーの登録選手名などを除くと広まっておらず、政府機関でも名声の表記が続いていることから2019年には、柴山雅彦文部科学大臣が、関係機関に対し声明の表記を要請した。 2019年10月25日、公用文等における日本人の生命のローマ字表記についてが首相官邸から交付され、2020年1月1日より公文書等における日本人の生命のローマ字表記は生命となった。例えば、安倍晋三はローマ字表記で、心三安倍ではなく安倍晋三となる。日本人の多くは死亡すると仏教式の葬儀を行い、 戒名をつける。戒名とは、仏門に敬して受戒した出家、在家の者に与えられるなで、多くは僧侶が与える。戒名の形式は、それぞれの宗派によって異なる、神事、尺など。遠征外の署名中国人の名前は、漢字一字の漢成と、一字か二字の中からなり、父方の姓、その父景血族の同世代に、共通の漢字、子に、 特有の漢字という順に表記される。例えば、毛沢東には二人の弟がおり、それぞれ毛沢民、毛沢丹という名であったが、この三人に共有されている。拓が廃校児である。稀に廃校児と特有の漢字は逆になる場合もある。漢字一文字名には廃校児がないことになるが、その場合でも同世代で共通の武首を持つ字のみを名付けることがある。 例えば、コーロームの主人公、カホーギョクの父の名は、カセイであるが、叔父の名は、カシャ、カセイと、同世代の親族の一人は、カタカシである。元来性は、父兄の血統を示すので原則としては、夫婦別姓であるが、現代の中国や台湾では、男女平等の観点から、女性は、結婚に伴って、夫の姓を名乗ることも、選択可能なことが法律で保障されている。 夫の姓に続けて、自分の姓を書く場合もある。二文字の姓もあり、諸葛、上官、王陽、高氏はなどが有名である。また、歴史を遡れば、姓と氏は別のものであった。周の第二は、王、周の一族は、姫、太公坊、両将の子孫である、最高の一族は、京、後に始皇帝を出した、旗公の一族は、英といった姓を持ったが、 これは、漢族形成以前の部族集団の故障とでも見るべき、もので、族長僧だけがこれを名乗った。こうした、族集団の内部の不形血族集団が足であった。例えば、集大の姫聖諸公である、信仰の重心であり、後に独立諸公にのし上がった、漢氏は、姫聖であって、州の族長僧に出自するが、氏は、漢であった。しかし、 戦国時代になると、社会の流動性が高くなり、それによって生はその根拠となる、属集団が形外化していった。また生を持たずしのみを持つ、非属長宗も、社会の表舞台に立つようになっていった。そして、漢の代になると、古代の生の多くが忘れられ、死が生とも呼ばれて両者が混同される形で、不敬の血縁集団を示すことして用いられるようになったので、ある。 全館の工程を出した粒子も生を持たない階層に出自した。さらに伝統的に仮想階級以外の男性は目上の者だけが呼んで良いなと別に同等者や目下の者が呼ぶ字という呼び名を持った。現在は字の風習は廃れつつあるようである。香港や台湾のように外国に支配されていた期間が長かった地域は 欧米や日本などの名前を模して、本名とは別の名前を持つ場合がある。特に香港は、近年までイギリスの支配下であったため、イギリス風の名前を持っている場合が多い。台湾でも65歳以上の女性には、日本式に、コートメジとする名前も少なからず見られる。中国では、婚姻による名字の変更はなく、子供の名字は、父親の名字を名乗るのが通例である。 香港では、イギリス風の名前は、パスポートなどの身分証明書にも使用できるなど、広く使われている。名付け方は、キリスト教徒の家系なら洗礼名という形で、親が付ける場合もあるが、学校の先生が付けたり、本人が自分で付けたりする場合もある。名付け方はかなり自由度が高く、英語圏には存在しない名前も多く、男性名が女性にも使用されることもある。 韓国併合に関する条約に関する、李寛洋への前傾委任状。大韓帝国の内閣総理大臣李寛洋の名前や、最後の皇帝遵守の名であるの署名が見える。韓国では、金、李、僕、蔡、帝の5つの姓だけで、国民の約54%を占める。金、李、僕、最低朝鮮半島の人名は、 中国の影響を受けて、典型的には、漢字一字の漢声と、一字か二字の中からなる。特に、金、李、牧、蔡、帝の姓を持つ人は、非常に多く、この五つの姓だけで、国民の約54%を占める。同じ姓でもいくつかの氏族に分かれており、金海、金氏が最も多い。統一白木の時代以前は今と、全く違う名前を用いていた。 日本書紀や古事記に見られる朝鮮半島系のトライ人の名は中国式の名ではなかったことからもわかる。例えば、高句麗王朝末期の貴族、フチガイソブンは今日の韓国では漢語発音でヨンゲソブンと呼ばれているが、日本書紀のイリカ、趣味という表記から当時の高句麗ではイリカスミと発音したことが知られている。入りは高句麗語でフを意味すると言われており、 日本語の国読みに類似した表記方法、霞を二素文とするのは、漢語の発音を用いてコーク語を表現した日本の万葉仮名に類似した表記方法と考えられる。現在の生命体系は統一しらぎの時代に中国式を真似たものである。生は基本的には漢字一文字であるが、候補などの二次性も少数だが存在する。これとは別に、 祖先の出身地を持ち、同じ性、同じ本願を持つ者を同族とみなす。この同族意識はかなり強固なものであり、かつては同性同本同士の結婚は法的に禁止されていた。ただし、同性でも本願が違う場合は問題ない。現在、朝鮮半島内で最も多いのは近海禁止である。 俗夫という先祖からの系譜を書いたものが作成、継承され、親族関係の象徴として尊重されるが、女性の名は俗夫に記載されない。俗夫は、朝鮮王朝の時代に、闘争の激しくなった頃から作られ始めた。日本の系図類と同様、俗夫も初期の系譜は伝説に依拠していたり、古代の偉人に固くしたものが多く、 資料としての価値は、さほど高くない。なが、漢字に文字の場合、同族で、同世代の男子が、世代間の序列を表すために何、同じ文字を共有する行列字という習慣がある。行列字は、中国の廃校字と同様のもので、音名古行説に基づいて決められる。つまり、木、日、土、金、水の入った字を順番につけていく。例えば、ある世代で、 木の入った字、次の世代は日の入った字、次の世代はどの入った字と続く。実感十二詞を使うこともある。ある世代で名前の漢字二文字の内前の字を行列字にしたら次の世代は後の字を行列字にする。現在の韓国においては漢字がほとんど使われなくなっているため生命もハングルで表記される。キンハノルやインビッカラムなど 若い世代では名の部分に関して固有語をそのまま用いる例もある。子は中国の詩と同様、性が父系の血統を表現するものであることから当然に父の性を名乗るものとされていた。しかし2005年の法改正により、子は父母が婚姻届での時に協議した場合には母の性に従うこともできるようになった。なお、 在日コリアンは民族名の他に日本式の通名を持っている場合が多い。原因としては創始解明の名残、あるいは戦後の混乱期の様々な事情などによるものとされるが在日コリアンへの差別が大に非難されるようになった社会の意識の変化によりエスニックなアイデンティティへの見直しが進み通名仕様は減少しつつある。ベトナム人の名前は聖、マノナ。 称するにより構成されるベトナムは漢字文化圏に属しており、人名も主要民族である金属を中心に、漢民族の人名に類似する。典型的な人名は、w i n v n h u のように、漢星である一音節の H と一音節の t e m 一音節の t e c h n h からなる構造である。相手が地位の高い人間であっても、人の故障として使うのは、 生ではなく、称する名である。例えば、ゴディン・ディエム大統領は、生が、ゴ、マの名が、リン、称する名が、ジエムであるため、ゴ大統領ではなく、ジエム大統領と呼称する。生を呼称に使うのは極めて例外的な高い権威を表す時に限られ、これは HCH、民を、法治さんと呼ぶような場合である。モンゴル人は、縁起の良い言葉や、 仏教的な言葉を選んで子供を名付ける。性に当たるものはないが、氏族の名称が性に近い役割を持ち、中国の内モンゴル自治区では、氏族名を性として中国式に生命で表記することがある。例えば、チンギスハーン家のおぼくはボルジギン氏族であるため、内モンゴル出身のチンギスハーンの子孫はボルジギン、ボーと称する。 これに対し、モンゴル国では、ロシアの影響で、父の名を、姓の代わりに使い、本人の名の前に置く。例えば、アサシ名リメトクの本名ドルゴルスレンダグアドルジは、ダグアドルジが、本人の名、ドルゴルスレンが、父の名である。また、夫婦別姓である。漢字文化圏に属したベトナムを除いて、伝統的にこの地域では、姓はない。しかし、ラオス。 カンボジアでも、旧宗主国フランスの影響で、父の名などを生として、名の後ろに付加するようになった。ミャンマーには家計に共通の生はなく、必要な時には両親にいずれかの名と自分の名が併用される。戸籍名を付ける際には、その子が生まれた曜日によって頭文字を決め、ビルマの必要性や月の名前、土地の名前等から名付けられることが多い。また成長につれ、 隣近所で通用する余名、学校内で通用する通称、大人になってからの自称など、複数の名を持つことが多い。外国との交渉では、便宜的に継承や、損傷や検証を使って、名字とする場合もある。例えば、元国連の事務総長ウ、タントとの、うは継承である。タイに関しては、タイの人名を参照。この両国でも姓は、義務付ける法はなく、 例えば、スハルトやスカルノは性を持たないが一つのファーストネームのみで正式なフルネームである。スマトラ島のバタク人やマルク諸島、フロレス島などでは、種族名を性のように用いる。ジャワ島のジャワ人とスンダ人の多くは、なしか持たないが、貴族の家系は性を持っていて、名の後ろにつける。イスラム教徒のマレー人、アチェ人、ジャワ人、 スンダ人はアラブ式に父の名による呼び名を持ち名の後ろにつけて生のように使う場合もある。フィリピンのキリスト教社会では名前は西洋式に名、ミドルネーム、性の3つの部分からなる。その場合、未婚者及び男性は母親の旧姓を結婚して夫の姓となった女性は自分の旧姓をミドルネームとしていることが多い。 ミドルネームはイニシャルのみを記す場合と、そのまま書き表す場合がある。性は植民地時代にスペイン人の性から選んで名乗ったため、スペイン語性が主流であるが、歌人系の性も多い。名は、旧来のスペイン語の名前に加えて、英語その他主にヨーロッパ系の名前が自由に付けられている。婚姻の際には、従来の法律では、結婚時に女性側は、 自分の性を用い続け、相手の性をミドルネームとして加えるか、相手の性を用いるか、相手のフルネームにミセスをつけるかを選ぶことが可能とされていたが、2010年に裁判所は女性の権利を守る観点から、これらに加えて、相手の性を用いず自分の性のみを用い続けることも可能との判断を下した。オスマン長、マフムト2世のトゥグラによる署名。 アブデュール・ハミトの息子、マフムト、ハン、永遠の勝利者と読めるアラブ人の伝統的な名前は、クニヤ、イスム、ナサブ、ニスバ、ラカブの要素から成り立っている。以上からわかるように、本来アラブ人には親子代々が継承する性は、厳密には存在しないが、ファミリーネームに相当する現代では、西欧のファーストネーム、ラストネーム、ファミリーネームに影響された用法が、 普及してきており、中世の人命録のような旧式の人命表記が適用できないケースもしばしば見受けられる。加盟については、その由来や文法的用法により、複数のパターンがあり、一律ではない。加盟の種類にも地域性がある。アラビア半島のように大半が大部族に帰属する、地域ではは定冠詞と語尾を形容詞型にした。 アルイコール、E を用いるが、文化名を仮名として用いる場合は、アール、ボー、アブーボービン貧乏などとなる。地中海沿岸地域には、職業名由来の仮名が多く、大工、投稿、鍛冶屋など実に多様である。日本や欧米の人々には一般に生とみなされている、ウサーマ・ビンラーディンのビンラーディンは、何代前物先祖某の名を使った、ビンイコール某が、いわば、 仮名のようなものとして用いられた例にあたるが、ビンラーディンの場合は近代になって、ビンラーディン財閥が形成されたことにより、ビンラーディンファミリーという仮名で広く知られることとなった。現代において人名は、ファーストネーム、ラストネームのみの二つだけを挙げる方式が広がっている。しかしながら、国民登録においては四つの名の記載を求める国が多い。 4つの名前の記載をする場合人によって異なり、サウジアラビアのように、部族聖員が多い地域では、本人の名父の名祖父の名部族名由来形容詞、等の仮名が多いが、姓の使用が少ないエジプトのような、本人の名父の名祖,祖父の名、祖祖父の名というパターンもありまちまちである。部族聖員は、家長名を用いた、ファミリーネームを名乗っていることも多いのでフルネームから、 出身部族を言い当てることは必ずしもできないが出身体部族名を形容詞化したニにスバを使っている場合は出自が明確に示される。ちなみにアラビア半島の原始ファミリーは部族名由来の形容詞型を名乗りに用いることは少なく大抵がアールボーという文化名を公的なファミリーネームとしている。サウジアラビア王国場合は 元々の出身大部族を示す形容詞アルハナフィーは名乗っておらず、文家、氏族の課長名に由来するアールサウードとしている。サウジアラビア王国内において仮名がアールサウードとなっている人間は必ずサウード家の人間である。仮名は生涯普遍がアラブ人名の原則であり、生まれた子供は 認知を受ける限り必ず父親の加盟を継承する。このため外から嫁いできた女性らは、アール・サウードではないが、王女らの加盟はすべてアール・サウードとなる。イラクの場合は、元大統領サッダーム、フセイン・アブドゥル・マジード・ア・イコール・ティクリー・ティは、ティクリート出身のアブドゥル・マジードの子、フセインの子サッダームという意味である。ア・イコール・ティクリー・ティは、 アラブ人名の現代的用法により中ば家名のように使われており、本人がティクリートで生まれていなくとも子供らが継承して名乗っていた。長男ウダイサッタームフセインアイコールティクリティは、ティクリート出身家で、フセインの子サッタームの子ウダイ、サッタームの次男、クサイサッタームフセインアイコールティクリティは、ティクリート出身家で、フセインの子サッタームの国際といった意味となる。 ヒアラブのイスラム教徒の間では、ペルシア語で、息子を意味する、ザーで、トルコ語で、息子を意味する、オールの語を、ナサブに該当する部分に用いる他は、おおむねアラブ人の名とに通った名が、伝統的に使われていた。しかし、トルコとイランでは、それぞれ1930年代に、はじめ正法が制定され、すべての国民に性を持つことが義務付けられたため、上流階級は、 アラブと同じように先祖の名前や出自に由来する仮名を生とし、庶民は父の名、あだ名、居住地名、職業名や縁起の良い言葉を選んで生をつけた。この結果、両国では、生命は本人の名、家の姓のに要素に統合された。例えば、トルコ人、レジェプ・タイープ・エルドアンは、レジェプ・タイープが名、エルドアンが生であり、イラン人、 マフムード・アフマディ・ネジャードはマフムードが名、アフマディ・ネジャードがせいである。また、旧ソ連のアゼルバイジャントルクメニスタン、ウズベキスタン、タジキスタン、キルギスタン、カザフスタンやロシアに住むチェチェン人などのイスラーム教徒は長くロシア人の強い影響下にあったためにスラブ語の不詳を用いたスラブ式のせいが一般的である。例えば、アリエから作られたせいはアリエフ、 ラフマーンから作られた姓は、ラフモノフといい、ソビエト連邦解体後もそのまま使われている。日本では、イスラム教に入信した者が破産な方タコーのように、ムスリム名を本名につなげる例もある。イスラム教徒やイスラム教圏出身者と日本人の間に生まれた子供の場合は、伝統的な名前、東西日本名、日本製イスムなどがある。 ガーナ人の父親と日本人の母の間に生まれた陸上選手のサニブラウン・アブデル・ハキームはアブデル・ハキームという伝統的な命名でありイラン人のダルビッシュ・セファット・ファルサと日本人の母の間に生まれたダルビッシュ・セファット・ファリード・ユーはファリード・ユーの部分がアリー・ファリードという伝統的な名前と漢字を組み合わせた名前となっている。キリスト教圏ではについての慣習は 各国語圏で異なるが、名については、聖人、天使に由来する名前が好んで付けられる。例えば、マイケル、ミハエル、ミシェル、ミケーレ、ミゲル、ミハイル、ミカは、すべて、大天使ミカエルに由来する名である。その他、聖書に登場する人物や、キリスト教の聖人に由来する名が多い。ポール・パウル・パウロ・パブロ・パベル、ジョン・ハンス・ヨハン・ヨハネス・ジャン・ジョバンニ・ニ・フアン・ジョアン・イバン。 ヨアニス・ヤン・ショーン、ルイス・ルート・ビヒロ・ドビコル・イージ・ルドビクスなど。また、古代ローマ人の名を由来とすることも多い。女性については、花などの名前をつけることも多い。また、修道士は、基本的に本名は呼ばれず、日本の僧侶などと、同じく、修道名でのみで知られる事例が多い。カウンター・パーツ・オブ・ギブン・ネームズの項も、参照のこと。 英語圏の名前アメリカ独立宣言に記された、ジョン・ハンコックの署名英語圏の声明は多くの場合、三つの構成要素からなる。ファーストネーム、ミドルネーム、ラストネームである。ファーストネームはギブンネームとも呼ばれ、ラストネームはサーネーム、ファミリーネームなどとも呼ばれる。ラストネームは日本における生徒ほぼ同じもので、 不景の家系を通じて受け継がれる。稀に母のラストネームが父のラストネームとハイフンでつながれて子に受け継がれることなどもある。ミドルネームはファーストネームと同時に親が同性同名の別人がいた場合に備えて名付けるもので多くの場面でイニシャルだけの省略形が用いられる。稀にイニシャルのみで略称でさえもない場合もある。が ハリー・エストルーマンでこのようにイニシャルだけを与えることはアメリカ南部に見られた風習だとされる。なお、ミドルネームがない場合もある。西欧社会では女性は結婚とともにそれまでの性を夫の性に変えることが普通であったが、アメリカでは20世紀の中頃から女性が結婚後も性を変えない風習が広まりつつある。また、両者の性を併記するカップルもいる。 ヒラリー・ローダム・クリントンのように旧姓と夫の姓を組み合わせて名前を作る例もある。オランダの名前オランダでは、全知し、番を含んだ姓が多く見られる。番は、英語オブあるいはフログの意味を持ち、出身地を示すが、現代では、元の意味はほとんど失われている。英語圏で見られるようなミドルネームは持たない。 複数の個人名を持つこともあるが、日常的に用いるのはそのうちの一つだけであり、ほとんどの場合は、ファーストネームを使う。そのため大部分の人は、ファーストネーム、サーネームの組み合わせで広く知られることになるが、フルネームで最もよく認識されている場合もある。貴族の家系では、破損版買った値段カなどの複合性を持つこともあり、この場合破損は、ファーストネームではない。 ナイトに対応する称号としては、リターが知られる。ファーストネームが複雑な場合には省略した通称で呼ばれることもあり、例えばハイラニムースックが通称ユンなどとなる。大きな契約や結婚、ID カードなど以外には通称を用いるのが普通である。複数の個人名を持っている場合、通称も複数個からなるものを用いることがある。結婚の際には、夫の死は、 普遍で、妻は、夫の姓または、自己の姓を称することを選択可能である。妻は、自己の姓を放置することもできる。ドイツの名前オット・フォンビスマルクの署名18世紀、ドイツにおいては、先例の際にミドルネームが与えられることがあった。もし、ミドルネームが与えられた場合には、その人はそのミドルネームで知られることになり、ファーストネームはあまり用いられなかった。 しばしば教会の記録などでもファーストネームが省略され、ミドルネームとラストネームだけが用いられた。また、ある一家の男の子たちが、全員にヨハネスというファーストネームを持つ、というようなこともあった。この場合でも、洗礼と共に各人に、別々の名前が与えられ、その名前が用いられるようになるため、問題がなかったとされる。また、女性のファミリーネームを記録する際には、 元の名前の最後に因を付す習慣があった。また、一家で最初に生まれた男の子には、父方の祖父の名を、一家で最初に生まれた女の子には、母方の祖母の名を付けることがしばしば見られた。花の咲く土地を意味すると思われる性、フロリに、他にもフロリ、フローレイ、フロリ、フラリー、フルーリー、フロリ、など似た性が数多くある。 これはその性を持っていた人々が文字を書くことができず、名前を発音することはできても綴ることができなかったため、筆記を行った人によって異なる綴りになったと考えられる。貴族はその領地名や爵位名や条名などとのを意味する本をつけて、性のように用いた。なお、現代ドイツでは、婚姻時の夫婦の性は、婚姻時に夫婦の性を定める、あるいは定めない場合は、 別姓となる。伝統的には、家族名としての姓を用い、日本の夫婦同姓のお手本になったとされるがは、それと全く同じ。1957年、妻が出生死を二重死として付加できるとする改正が行われた。次に、1976年の改正では、婚死選択制を導入し、婚死として妻の死を選択する。 可能性を認めたが、決定されない場合は、夫の死を、婚死とするとされた。しかし、連邦憲法裁判所1991年3月5日、決定が、両性の平等違反としてこの条文を無効とし、人間の出生死が個性または同一性の、現れとして尊重され保護されるべきことを明言した。その結果、 1993年の民法改正で夫婦の性を定めない場合は別姓になるという形で選択的夫婦別姓となった。ウラジービル・レーニンの署名ロシアの名前ロシア人の名前をフルネームで表記するときは言語での順序は名、ミドルネーム、性となる。ただし公式文書等では姓、名、ミドルネームと書かれる。公式な場での呼びかけ。 あるいは目上の人に対する呼びかけでは、名、ミドルネームが使用される。それ以外では、呼びかけにはもっぱら名の相性型が使用される。ミドルネームは、不詳といい父親の名前を元にして作るので、性別を同じくする同父形定のミドルネームと性は、必ず同一となる。性別を同じくすると特に断るのは、ロシア語には、文法上の性として、男性、中性、 女性の賛成があり、ロシア人のミドルネーム、性はほとんど全ての場合個人の生物学上の性によって男性系、女性系の異なる語尾を取るためである。不詳は父親の名前にその語尾の音に応じた適切な語尾を付加して作られる。不詳の男性型は男性のミドルネーム、女性型は女性のミドルネームに用いられる。例えば父の長いち、ににこらい。2 5 三の三つの場合で、不傷男性型はそれぞれ1、一、二、三とそれぞれ変化し、一方不傷女性型は1、一、二、三となる。現代男性名では、一の形が不傷に多くなってはいるが、中世までは、大使という語尾を取る不傷が多かった。これらは南部スラブ人種に一部残っている傾向がある。性の部分は、 形容詞の変化に順じて男性形、女性型となる。党は地名などについてその場所に帰属する、または出身である、党を示して、スラブ人の性を作る設備詞であるが、これらは形容詞男性型で対応する形容詞、女性形語尾は党となる。こうして自分の名がニコライ、姓がカレ人で、父の名がイヴァンという男性の場合は、 ニコライ,イバノビチカレーニンが正式なフルネームとなる。この人の姉妹で、アンナという女性の場合は、アンナイバノブナカレーニナがフルネームとなる。また、ストラビンスキーなどの性は、女性の場合、ストラビンスカヤとなる。ロストフというような性は女性だと、ロストバとなる。なお注視すべきは、ウクライナ系のエンコやグルジア系のシビリなどは男女とも、中性名詞であり、 性別関係なく無変化の場合や、一やアルメニア系のヤンなどのロシア人の生命については、歴史的経緯から、同性で男性のみ、核変化を起こす場合があるなど、個々の相違点が見られる。ウクライナの名前ウクライナ人の名前をフルネームで表記するときは、言語での順序は、姓、名、不詳となる。日本で言論活動を行っている、ウクライナ人のグレンコ、アンドリー。 ナザレンコ・アンドリーはいずれも、姓・名の表記を用いている。フランスの名前フランスでは、ナポレオン法典によって、子供につけられる名前が、成人の名前などに限定されたことがある。ジャンポールや、ジーン・リュックのような2語からなる、ファーストネームが、フランスで一般化したのは、そのような状況の中で名前に独自性を持たせようとした、当時の工夫のためである。 フランスでは子供につけられる名前が少なく、同じ名前の人物が多数いる。また、婚姻によって性が強制的に変わることはない。この名付けの制限は、1966年にわずかに緩和され、綴りが違う名前や外国風の名前も認められるようになった。そして、1993年。 名前に関する制限はほぼ撤廃され、両親がこの名前を自由に選べるようになった。しかし、奇妙な名前については、司法当局が却下することがある。スペイン語圏の名前スペイン本土では一般に、名、父の第一性、母の第一性で構成される。これが繰り返されることにより、母方の性は、孫の代には消えてしまうが、希望すれば、 母方の姓を第一姓にすることも可能である。また結婚しても名前が変わらない。つまり、生まれた時の名が一生続くのである。従って、両親が再婚した場合など、兄弟同士でも姓が異なる。中南米のスペイン語圏では、姓は、他の多くの国と同じように、基本的に父方から子へと、父兄相続で伝えられるのが基本となるが、 個人の生命を構成する部分の数は人によって異なる。だが最初に来る点では共通で、それに続く部分は父方の生と母方の生の一部、または全部からなる。例えば、名、父方の祖父の生、母方の祖父の生と三つの部分からなる名前がある。あるいは、名、父方の祖父の生、母方の祖父の生。 父方の祖母の姓名、父方の祖父の姓、父方の祖母の姓、母方の祖父の姓名、父方の祖父の姓、父方の祖母の姓、母方の祖父の姓、母方の祖母の姓と四つまたは五つの部分からなる、生命を持つ場合もある。名の場合は一つの名によって構成される単純名と、二つの名によって構成される複合名もある。 例えば政治家のホセルイス・ロドリゲス・サパテロのホセルイスは複合名である。複合名の人に対し呼びかける場合はフォーマルな場面では省略は通常しないが親しい間柄インフォーマルな場面ではどちらか一方を使用することが一般的でどちらを使うかは自由で呼ばれる側が希望する場合もあるし同じ人に対してある人は第一要素の方を別の人は 第二要素の方を呼ぶということもある。また、多くの場合名前には決められた愛称型があり、それで呼ぶことも多い。また、複合名には、ホセマリーアやマリーアホセのようなものもあり、前者は男性名で、後者は女性名である。例、また、例としては、パブロピカソ名前も参照。ポルトガル語圏の名前ポルトガル語圏では、 生命の構成はスペイン語圏によく似ているが、生命に父方の姓と母方の姓を併称する場合は、名母方の祖父の姓、父方の祖父の姓の語順となり、スペイン語圏と反対である。ポルトガルでは、婚姻の際は、姓を変更しないこと、または従来の姓に相手の姓を加えることのいずれかを選べる。ポルトガルでは多くの場合は、 ファーストネーム第二世で呼ぶのが一般的である。また、ブラジルではフルネームが長くなることと名字で呼ぶ習慣がないことなどから名前で呼ぶことが多いが名前の種類が少ないため、特にサッカー選手の登録名などでは一部を変化させた愛称、出身地の地名などに由来する愛称、その他の理由による愛称などで呼称されることが多い。また、 名字も含めて表記される場合もあるが、その場合多くは、ポルトガルと同様、基本的に、ファーストネーム第二世で表記される。古代ローマの自由人男性の氏名は、多くの場合3から4の部分からなっていた。個人の名前、氏族の名前、家族の名前、及び添え名である。例えば、ガイウス・ユリウス・カイサルは、 ユリウス氏族のカエサル家のガイウスという名であった。このうち個人名のバリエーションは少なく20種類ほどに限られていた。そしてクイントゥスは日本語的にはゴローといった感じで数字由来の名をつけることも多い。また個人名はバリエーションが少ないこともあって略して記されることも少なくない。以下はその対応。長男は 父の名前をそのまま受け継ぐことが多く、一族で同じ名前が品質するため、マヨルやミノルをつけて区別した。自由人女性には、個人名はなく、父の名前のうち個人の名前を除く部分の女性型が用いられた。例えば、プブリウス・コルネリウス・スキピオ・アフリカヌス・マイヨルの娘は、コルネリア・スキピオニス・アフリカナと呼ばれた。 この場合、氏族の名前が個人の名前の役割を果たした。また、あだ名を用いることも多かった。娘が二人以上いる場合、ユリアセクンダなどというように数えられて呼ばれていた。養子の場合には、元の姓を家族名の後ろにつけた。例えば、オクタヴィアヌスの場合、ガイウス・オクタヴィウス・トリヌスがカエサル家に養子となった後は、 ガイウス・ユリウス・カイサル・オクタウィアヌスとなった。ソエナは国家に、功績のある場合などに、元老院の決議などにより与えられた。多くアフリカヌス、ゲルマニクスなど勲行を挙げた土地の名にちなんで、与えられた。また、出身地の名称から取られることもあった。こうしたソエナは一代限りのものも多かったが世襲を許され、家族名として用いられるものもあった。ありがとうございます。